旬のホクホクとしたさつまいもと色鮮やかなブロッコリーの組み合わせ、季節の一品を召し上がれ。さつまいもの甘辛アーモンド和えをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずさつまいもはよく洗って皮付きのまま1センチの厚さのいちょう切りにします。ブロッコリーは小房に分けます。鍋に湯を沸かし、さつまいもを茹でて取り出します。茹で塩を加え、ブロッコリーを茹でましょう。塩を加えることで色鮮やかになり、野菜の甘みが引き出されますよ。ボウルにさつまいもとブロッコリーを入れ、バターを加えて和えます。アーモンドを粗く刻みます。材料 A と混ぜ合わせ、アーモンドダレを作りましょう。さつまいもとブロッコリーを和えれば出来上がりです。香ばしいアーモンドがアクセントになり、甘い味付けで野菜が苦手なお子様にもぴったりですよ。ぜひお試しください。